まあ、たくさんご説明させていただいたんですけれども、この脂肪酸の中で控えた方がいいものと取った方がいいよっていうものがあります。脂質は三大栄養素の一つであるので適量は取るべき栄養素です。なんですが脂質なら何でもいいというわけではなくて、過剰になりやすいからこそ質が大切だと考えています。なので取るのであれば良質な脂質をしっかり取っていただきたいので、どういった脂質を選んで取ったらいいのかなっていう話をさせていただきたいと思います。でまずできるだけ控えた方がいい脂肪酸はトランス脂肪酸ですね。まずそのマーガリンとかショートニングに含まれているトランス脂肪酸はなるべく取らない方が理想的かなというふうに思っています。まあ、お菓子とか菓子パンとかそういったものに含まれる脂肪酸になりますので、どちらかというと過剰に取ってしまいがちな種類の脂肪酸で、取りすぎによって動脈硬化だったりとか健康的な被害が出てくる可能性があるので控えていただいた方が理想的です。良質な脂質を取りましょうという話をしたんですが、じゃあどういうものを取ったらいいのかっていうところ気になるかと思います。でまず一つ取るのであれば、飽和脂肪酸の中の中鎖脂肪酸っていう脂肪酸があるとお話ししました。これはココナッツオイルとかMCT オイルとかに含まれる脂肪酸です。こちらは赤ちゃんが飲む母乳とかにも含まれる脂肪酸の種類でして、エネルギーに変わりやすい脂肪酸というふうに言われています。ですので体にとって嬉しい働きもしっかりしてくれる脂質ですので、こちらは選んで取っていただいたらいいかなと思います。最近だと中鎖脂肪酸を使用した油とか商品もたくさん出ていますので、ぜひチェックしてみていただけたらなと思います。他にも取っていただきたい良質な脂質というところでお話しすると、必須アミノ酸って皆さん聞いたことあるかなと思うんですけれども、必須脂肪酸というものが存在します。必須脂肪酸っていうのは体の中で作り出すことができなくって、食べ物とか体外から取る必要のある脂肪酸ということです。で体にとっては必要不可欠な脂肪酸なので意識して取る必要がある脂肪酸です。で必須脂肪酸の中には何があるのかと言いますと、 N3 系脂肪酸と N6 系脂肪酸というものがあります。ちょっと難しいと思うんですけれども、まず N3 系脂肪酸というものの中には EPA と DHA というものが代表的なもので入っています。これは最近よく聞くこともあるかなと思うんですが、どういったものに含まれるかというと、青魚ですね、イワシとかサンマですとかサバとかそういった青魚に含まれている、脂肪酸です。あとはエゴマ油とかにも多く含まれています。で、もう一つ N6 系脂肪酸というものがありまして、 N6 系脂肪酸には大豆油とかごま油とかですね、植物油に多く含まれている脂肪酸です。この2つとも必須脂肪酸なのでしっかり食べ物から取っていただきたいなと思うんですけれども、特に、N3 系脂肪酸はですね、最近だと魚とか食べる機会ってどんどん減ってきてるかなと思うんですけれども、でも食べ物から摂取する必要がある脂肪酸なので、特にこの N3 系脂肪酸は意識して取っていただくように心がけていただけたらなと思います。ここまでお話ししてきた脂質なんですけれども、じゃあ1日にどれぐらい取ったらいいのかという話になります。脂質はですね、1日トータルの摂取エネルギーのうちで20-30% を意識して取りましょうというふうに決められています。これはどれぐらいかと言いますと、例えば1日2000キロカロリー取る必要のある方でしたら、そのうちの 20% から 30% ということなので、1日に 50g の脂質を取るようにしましょうというふうに決められています。基本的には不足することはなくて、むしろ過剰になりやすい脂質なんですけれども、ですけれども三大栄養素の一つとして体にとっては必要不可欠な栄養素ですので、極端な制限ですとかそういったことは避けていただきたいなと思っています。かつ、取るのであれば良質な脂質を取っていただきたいと思いますので、今日お話しさせていただいた中鎖脂肪酸か
この必須脂肪酸というところで特に N3 系脂肪酸、お魚とかに含まれる脂肪酸なんですけれども、こちらを意識して摂るように心がけていただけたらなというふうに思います。と、まあ、脂質は悪者ではなくって本来人間の体にとって必要不可欠な栄養素であるということをまず一つと、あとは必須脂肪酸というものが存在するということも一つ覚えていただけたらなというふうに思います。脂質は特に質のいいものを摂るように意識してみてください。では本日は、脂質の働きについてお話しさせていただきました。この動画がためになった、参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録をいただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。